はい、えー、とそれでは、えー、とこのビデオでは、えー、2つ目の CDS ですね、えー、ツーリングする地方の地図を見つけることができるっていうことです、えー、ここではですね東北地方に旅行する予定だと、えー、仮定してみましょう、えー、でまずですねあの試験はじゃあどういう、えー、試験というか評価ですね、えー、先週ご紹介した評価の方法をもう一度ご紹介しますとこういうですね地図の表紙の中から 東北という文字を見つけることができれば、まあ、東北地方の地図を買うことができますよね。はい。では、東北の地図、東北っていう漢字を見つけることができる,はできるようになるには、えー、先ほどと同じようにですね、えー、こういう日本語と英語がペアになっているものを用意して、どれが英語の東北にあたる漢字なのかを見てもらう、見つけてもらうといいと思います。 で、一旦あ、まあ最初にここでじゃあ最初に認識してもらって、その後は、えー、またですね、えー、先ほどと同じように東北の漢字をたくさん見せて指さしてもらうということですね。はい。えー、これもそうですね、ここに漢字がたくさんありますけど、この中の東北はどれですかっていう感じです。はい、ここにもたくさんあります。はい、で、ここまではですね、全部英語の表記があるので、わ、えー、からない人はほとんどいないと思うんですね。 え、で、こちらにはですね、まあ、英語の表記がありませんけど、もうこれまでに10回以上東北っていう漢字を見ているので、英語がなくても見つけられるんじゃないかと思いますね。で、まあ、もし見つけられなければ、先ほどの、あの、東北のね、この漢字を見せて、えー、見せながらも、まあ、あの、探してもらうというのでもいいと思います。えー、まあ、これもですね、同じように東北の漢字を指さしてもらいます。はい、これも同じですね。 はい。これも同じような感じですね。はい。で、これがテストです。もう一回テストを見せています。で、これが先週準備したその評価方法なんですね。で、まあ、こんな風にたくさん見せたら、こういう色々ある地図の中から、東北地方の地図を見つけるっていうのは、それほど難しくないんじゃないかと思います。はい。えじゃあ次は、あの、3番目の CDS。えっ、ー、と、 地図の値段を知ることができるっていうねこういう CDS について考えてみたいと思いますでこれがまた最初の評価のところですねこの CDS ができたかどうかを確かめるテストがこれになりますで、えー、と商品のですね値段を知るのは実はそれほど難しくないです、えー、なぜならまあ何でかっていうと大体漢字ではなくてアラビア数字でね え、書いてあります。インドでもこれは使われていますよね。はい。で、え、その数字の後に漢字の円っていう漢字があれば、まあ、それが大体、これが値段ですよっていう、そういう意味になるからですね。で、この場合もですね、えー、まあ、もちろんその、これが値段だっていうことがわかれば、この円っていう漢字を、えー、円と読めるかどうかは教える必要はないです。 で、まあ、好奇心が高い学習者でしたら、もちろん質問してくると、質問してくることもあると思うので、その場合はわざわざ隠す必要はないですけど、えーまあ、読み方は試験には出ませんとかね、そういうことは伝えておいてもいいと思います。はい。まあ、こういうふうにですね、いろんな地図の表紙を見せて、えー、値段を聞いてみるといいと思いますね。で、もちろんその値段を数字で、あの、日本語で言える必要もないです。 で、まあ、あの、英語とか、あるいはヒンディー語で言ってもらうとか、あるいは、あの、これが値段ですって指さしてもらうだけでいいと思いますね。はい。これも同じように値段が下の方にありますね。1500円ってね。はい。えー、これも値段を見つけてもらいましょう。右下の方に500円って書いてあります。えー、これもですね、ちょっと、あの、ぼかしすぎちゃっててよくわかんないんですけど、えー、680円ってね、上の左の方にちょっと書いてありますね。 はい。で、まあ中にはですね、こういうふうにあの、地図の表紙にたくさん数字が書いてある、えー、そういうこともあります。で、この中からどれが値段なのか、えー、それを見つけることができれば、まあ大体他の地図でも、えー、値段を知ることはできるんじゃないかと思いますね。はい。えー、で教え、教え方の留意点ですけど、これはちょっとすいません。ちょっと時間なので、また次のビデオはここから始めたいと思います。はい。フィルムで。